言いました。こんにちは。みんなも元気よく言いました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いい声してる。それでいいの。大事なことはね、お口をね、しっかり動かすことなの。ケロちゃんはね、お口を動かしませんが、困ったね。言える？うん。じゃあ、こんにちはって言ってごらん。こんにちは。何？え？聞こえた？うん。もっと大きい声で言われた。こんにちはって言うの。斉藤さん上手にできるかって？うん。できるよ。こんにちは。こんにちは。上手でしょう。うん。じゃあ、あんた言ってごらん。こんにちは。え？聞こえた？ゆうちゃんできる？こんにちは。こんにちは。わあ、手叩いてあげて。大したもん。じゃあお姉さん行ってみろ。こんにちは。こんにちは。おー、上手だ。じゃあケロちゃん行ってみろ。うん。うんち？何？何言ったの今？うん。こんにちはって言ったの？うん。もうちょっとゆっくり。こんにちは。言ってごらん。うん。こんにちはって聞こえた？うん。何？あーなってた。徳松さん、いいって？うん。どうして？うん。ママに抱っこしてもらってる？うん。本当だね、いいね、楽しそうだね。うん、うん、あんたも抱っこしてほしいの？うん、抱っこしてほしいんだって。うん、じゃあ抱っこしてあげるから、な？あんたも抱っこしてほしいんだ、ね。うん、と、うん、いいね。うん、あったかい？うん、全然あったかくない？うん、と、うん、おっぱい？おっぱいないの先生ね、いつも言ってるのに。斉藤さんも抱っこしてもらってる？うん、ほんと？みんな抱っこしてもらってるの？みんな抱っこしてもらってるの？じゃああなたも抱っこしてあげるから。うん。うん？もうねんねする？うん。もうねんねしちゃうんだって。一人じゃないのに。え？一人じゃないのに。一人じゃないのに抱っこして、まあ、まあ、おめえお勉強してるんだけどさ。うん。な？お勉強しないか？うん。な？ところで、ねえ、あなた、カエルさんでしょ？うん。カエルさんだな？うん。ね、映画館行くとね、うさぎさんがね、変なこと喋ってるよ。うん、知ってる？うん。ね。うん、そこでさ、ね。話の言い方も映っちゃった。じゃあいいか？あーって言ってごらん。いや。いやだって。いやだって。いやじゃなくて言っちゃうかんじゃん、あんた。いいか？あーって言ってごらん。うん。よし。じゃあ、こっていうの難しいのよ。喉で引っかかって、こっていうの。こ、言ってごらん。あ、ちょっと違うな。こ。あ、うん。うん。に。いい。ちいはあ、おお、できた。こんにちは、言ってごらん。こんにちは。おお、できた。できたね、よかったね。よし、じゃあまあ抱っこしてるの先生疲れるからさ、お家帰るか。いや、いやって言って勉強してるんだな。今勉強中なのよ。ねんねする。ねんねする。うん。ねんねするんだって、こんな。よしよし、これでいいか。うん。また歌歌うの？うん。あんたいつも歌歌うって。どんな歌がいいの？うん、うん、どんな歌でもいいけど。うん、何？カエルの歌？うん、カエルの歌ね。お家へ帰ろう、帰りましょう。ダメ？うん、カエルの歌じゃない、これ。これダメなの？うん、あの歌？うん、ケロちゃんね、あの歌が好きなんだって。カエルの歌が聞こえてくるよ。ゲラ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 、カッカッカッ、知ってる？知ってる？あの歌好きなの。よし、寝たか？寝ねしなよ。またね。ここは枕かって。じゃあ行くよ。じゃあ行ってみよう。おはようございます。おはようございます。朝起きたのでね、挨拶しています。おはようございます。おはようございます。お昼になりました。こんにちは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 。夕方になりました。こんばんは。こんばんは。夜になってもう寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おー、上手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 。お母さんも上手です。じゃあもう一回いくよ。おはようございます。おはようございます。もっとお口を動かして、おはようございます。おはようございます。さあ、こんにちは。こんにちは。お母さん、めんなさい、ちゃんと。こんにちは。邪魔しちゃダメじゃないの。こんにちは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。おやすみなさい。おやすみなさい。丸があります。丸丸丸。でもお腹が空いた時にはおでんにします。おでんで食べたことある？
なことないよ。おでん、お冬に食べるでしょ。おでん食べたことある？ある。おでん食べるよ。でもこの丸にこれをくっつけると、ジェンジェン、ピラニアという怖い魚でね、人間食べちゃうそうです。わー怖いよ。丸に目をくっつけると、マルマンです。マルマンが言いました。こんにちは。こんにちは。三角。三角。さっさっさっ、息たくさん出すよ。三角。三角。もっと強く。三角。三角。もっと強く。三角。三角。目をくっつけると三角マンです。こんにちは。こんにちは。でもこれをくっつけると恐ろしい魚になります。ジェンジェン、ジェン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 、怖いね。でもこの形をくっつけると、なんとまたおでんができました。おでん大好きだもんね。食べるよ。あら、美味しかった。おでん食べちゃった先生。おでんを食べちゃったぞね。おでんってね、あの寒い時に食べると美味しいね。じゃあ声出してよ。おお、おお、おお、じゃないの、これ馬でした。馬でした。じゃあその次、や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 、いやじゃないのよ。や、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 勉強いいよ。や、や、あ、いやってたんじゃないのか。や、や、やじゃないの、これほうきなの。ほうきだよ。す、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 すじゃないの、これ信号なの。み、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 みじゃないの、自転車なの、これ。自転車だったんだなね。じゃあ声出すよ。あ、あ、おいい声出るのったね、皆さん、いい声だ。あ、あ、あら、まあ、おいしそうな鼻くそ。いや、いいんだよ、お母さん。僕食べたいの、その鼻くそ。お嬢さん、鼻くそちょうだい。どうしてよ、まあ、捨てちゃうの。もったいない。いいんだよ。鼻ほじほじしてんの。あ、捨ててやるの。あ、うん、そのほうがいいのに。そんなかっこいいやった。ね。期待してるともったいないんだよな。あなた鼻くそ食べてる？食べてない。あなた鼻くそ食べてる？幼稚園で鼻くそ食べてる子いるでしょ、あれ。見たことない？ほんと？幼稚園の子供ってみんな鼻くそ食べてるんじゃないの？あ、そうやって指しゃぶってるんだ。おいしそうな指だね。ちょっと見せて。先生もしゃぶらせて。飴のような味する？嫌だ。飴のようにおいしいの？いいんだよ。ねえ、まあ、あなた何？疲れた？大丈夫？まあいいよ、それでやってごらん。ああ、もっと大きい声でいけ。ああ、そうだ、ああ、もっと大きい口だぞ。ああ、もっと大きい口だぞ。ああ、斉藤さんの口すごい上手だ。ああ、もっと大きい口だぞ。こんな口できるか。ああ、すごい口だな、丸口。ああ、もっと大きい口だぞ。ああ、よし。ご飯を食べる前は何て言うか知ってる？いただきます。えらい、素晴らしい。あんたちゃんとそう言って言ってるんだ。そうだ、じゃあ行ってみよう。いただきます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 。ご飯が食べ終わった時は何て言うの？ごちそうさま。そうだ、素晴らしい。ごちそうさま。ごちそうさま。そうそう、でした。なんて言った？ごちそうさま、言ってみろ。ごちそうさまでした。でしたっていうのか、いいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。このね、このあなたの声ね、 YouTube に載せてね、ずっと撮っといてあげるからね。そしてね、あなた大人になった時に見る、聞いてみればいい。声はね、顔はね、ちょっと映せないのでごめんよ。ごちそうさまでした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 。お父さんがね、会社に行く時は何て言うの？行ってきます。お父さんは言うけど、あなたたちは何て言うの？